先生、先生すみません、顔のバランス、顔のバランスね、基本的なところちょっと顔はまあ基本的にあのちょっとリアル系に描くと卵型になりますね。で半分よりまあまあ半分ぐらいかな、半分ぐらいのところに眉毛を描いた方がいいんじゃないでしょうか。もうあの眉毛から描くっていうのはもうバランスを取る一番いい方法やと思うんですよね。一番最初に、うん、はい、ほんで次はあの目ですね。目がしっかり描けてないともうその漫画失敗ですからね。あの目は目が命、うん、目が命なんで、まあ後から描く人もいますんですけど、僕の場合はかなり早めにもう描いちゃいます。そうね、連絡先にも描く人ってやっぱり先生は漫画家の先生多いんですか。あと思いますけどね、目から描いて眉毛後の人もいるし、もうその辺はもうバラバラなんですけど ね、うん、あとだからあのリアルに描くのと漫画とはまた違うので、あのちょっと目はやっぱり大きめにどうしてもなってしまうかなと思うんですけどね。ちょっとあの関連する質問ですが、ね、人の描き分けの時やっぱ目の描き分けって大きいですか。あ、それは大きいですね。あの例えばこうあって、まあ同じように眉毛を描いてももう老人婚なんですからね。ああ、はい、老人はね、これ全然違う、いますからね、はい、そんな話やったっけ。いや、顔のバランスね。ああ、また戻ってもらって、ね、これ次鼻なんですけど、鼻はねもう本当センサー万別です。鼻の穴を描く人もいるし、描かない人もいますし、鼻描かない、鼻はね、鼻はあの蝶の人もいるんですよ、これぐらいの、はいはい、僕も時々こうしますけど、うん、でもまあとりあえずあんまりね、あのリアルにね大きく描いちゃうとね、ちょっとこれなんか変になっちゃう、なんかしんどいでしょ、はいはい、うん、だからまあ鼻はそこそこで1ギメみたいな感じで、かなり実際よりは小さい方がいいと思います、はいはい、で口はまああのこれも人それぞれで、唇を描く人もいるし、いない、あの描かない人もいるんですけど、まあかなりあのこれでリアル感がだいぶ違うかなと、はいはい、うん、で輪郭をだいたい決めていくんですよね、うん、その卵型を描くのを言うのも慣れですよね。そうですね、ここは頭は丸いですけど、顎はまあ多少とんがり気味の方がいい、ね、いいかなと、はい、で、まあ、この辺に耳が、耳はだいたいどの位置にですか。耳は この辺ですわ。それいいことは、この辺のは目を上にして、うん、この辺じゃないからね。これあのちょっといやだから目の横から大体鼻の下だから目の横ですわ。あの、うん、おかしいでしょこれ、うん、おかしい、それおかしい、おかしいでしょ。だから目の横から鼻の位置ね、うん、そうですね、はいはい、ほんであの耳もね、実際問題はこうなってて、こうなってこんな感じでね、あのそれあんまりリアルに描いてない、ものすごいリアルでしょ、うん、だからあんまりもうあの耳はもうあればいいかなという、あんまり線を入れないという、実際はもうこっからこうなってこの辺がこうなっててっていうのがそんな書き出したらものすごい、うん、あるんですけど、まあまあこの辺でいいかなと。であのよくやっぱり初心者の方失敗されるのは、耳をこう耳だから耳を描いてしまうと、それとやっぱりあの笑顔はすぐるみたいになってしまうので、まあ、あの前から見てると耳はやっぱり寝てるという感じですね、はいはい、あんまり耳を大きく変えちゃうとまた変になっちゃう。そうですね、で髪の毛があるんで、特に女の人の場合は、はいはいはい、で髪の毛もあのまあ口角 います、ね、うん、いるんですけど、やっぱりね一応あの生えてるんでね、はい、あのなんて言うんでしょう、どっから生えてんのみたいなのは一応気使って描いてもらった方が、うん、あのリアル感が出るかなという感じです ね、はい、こうね、でこの辺がちょっと耳がある関係 で、はい、まあ、でそっからさっきね、うん、難しい話になったあの首の太さ位置というのは大体どのぐらいあるんですか。首もだからね、あのこれダメでしょ、これちょっと太いですね、ちょっと太いでしょ、はい、あの某サッカー漫画みたいになってしまうので、あの男の人は太いですけど、女の人はもう大体目の前焦点より若干外側ぐらい、うん、まあ
そうそうそうですね。僕はあのかなり太く描く方なんですけど、うん、まあかなり細く描く人もおられますね。もう細く描く、あの少女漫画の人なんてもうこんめっちゃ太く、もうこんなんで、こんなこんなんでしょ。はいはいはい。こんなんでしょ。鳥のねあれみたいな。うん。それ描くだとちょっと余計な。ほんでもやっぱりね、あのそれほど解剖学気にする必要はありませんけども、そこから先、そこから先はちょっと初心者が、ね、うん、間違うところで、あのここにね急角度をつけないでください。ここに、あその首のこう、ここから肩のところね、うん、急角度つけないと、はいはいはい、やっぱりなだらかに、なだらかに先ほどの曲線ね、はいはい、先ほどのこのね、はいはい、こここれがありますからね、ええ、要あの肩こるでしょ、肩こる時になんかこう、あその筋肉部分ね、そうそうそう、そこをまあ、なだらかに、うん、僕は肉体を描くことが多いのでかなりこの辺は気を使ってますけど、まあここまで気を使う必要ないですけど、はいはいはい、ある程度こうで、こことここのここの真ん中でね、はいはい、筋がつながってるという意味でこの部位をつけてあげると、はいはいはい、あこいつ分かってるなというような感じに、まあ、聖戦でね、あの女性、裸の女性の、そう裸の女性、ね、この辺とかね、それは綺麗に描かないと客がつかないです、ね、そうなんですよ。ほんでここからもう 胸のラインに入っていくという感じでしょうか、うん、だから今先生が描いてもた首から肩にかけてが一番初心者、うん、あのね顔はね、うん、こんなんよりもあの皆さんもっと大変上手に描く、先生よりも、うん、もうあの可愛い感じで描かれるし、でまあ僕にしてもこう例えばですけどこうあのこうこんな目でね、はいはい、なんかあれじゃないですか、こうあの、あロリ書かれへんのですけど、そういう場合はこう、ね、はいはいはい、なんかこういう感じになるわけですよね。するとね、先ほどのこのセオリーはもう全く無視ですよね。ああね、こうなってくるね、はいはいはい。これはもう各自の美意識ですので、あのアレンジですわ。でも、はいはい、なんぼこういうあのやつでもこう首ちっちゃいですね、はい、首も細いですけど、これこうなったらダメでしょ、はいはい、うん、でその肩の線のところ曲線についてということで、うん、やっぱりあのこうでもいいですけど、なんかこう柔らかみっていうかこう描けないけどね、はいはい、まあこういうのが欲しいかなというふうには思いますけどね、はい。